さてと、普通にこのボリュームはいいね、それいいよね、ラス位置だったからこれ。いや、お上手なんだね。俺は単純にこのホイップっていうこの配属感に惹かれてしまった、うん、これ濃くね、うん、この見た目エグいよ、うん、しかも98円って安いしな、安い安い、うん、いいね、これなんだろう、このホイップで満たされる感じ、うん、あるよね、いいね、これいいな。入れもちゃんとしてるしね、よっしゃ、うんうん、いただきます。うん、うまっ、うん、うまい、うまい、やっぱ結構量、うん、量的にこう、なんか、うん、なんかケチってないのはいいね、うん、やっぱりスーパーでこういうのあるけどさ、うん、やっぱうん、そうだね、うん、やっぱ具材が、うん、たっぷり入ってるから、うん、いいわ、満足度高い、うん、うまっ、うん、一緒に置いとけ、お米は後ろにとりあえず放置じゃ、はい、後から考える。あ、でもそれはあれだな、袋入れんとあれだね、うん、うちらも自分の袋入れば、うん、ゴミ袋用の袋あるで、それ使ってもらっても全然、うん、いいし、いやー、食った食ったし、うん、どうしますかね、戻っていくか、とりあえず、うん、ぼちぼちと、うん、うん、細めの軽い昼飯どっか食ってもいいしね、あれをいい感じするんだったら、うん、あ、唐揚げ弁当買っときましたよ、うん、どういう天候か分かりませんけど、唐揚げ弁当を食べる、食べ比べの動画もね、うん、上がってるのか、こっちがあったのか分からんけど、あっちの方が先に上がってそうやけどな、うん、今だって、何が渋滞してんだ、もう渋滞しすぎてて、覚えてねえもん、うん、今とにかくその、うん、その行ってきた JR 西日本ぐるっと回ってきた中国地方回ってきたやつか、うん、アップロードかけとるから、うん、これ右折した方がいいのか、うん、待って、まあ適当に走ってれば、走ってればいいじゃん、うん、まあどっちでもいける、うん、ダムがあるよね、こっち行ったら多分、あれ逆か、こっち行くと芸能向かってくね、芸能ダムか、ほやで、うん、ダムってこう立って思いついた、あの、尺状湖のあたり、うん、え、尺状湖あんなに出てくると思う、え、ダムってあったっけな、なんかあった、あった、あのダムだ、はいはい、あのダム、あの、うん、だから尺状湖のとこだ、そう、あのダム、あのダム結構遠いよ、あ、遠い、かなり距離あるよ、ある、うん、でも帰り道の途中の方やろ、途中でもないかな、あの、なんて言ったらいいの、通から四日市の方行くのに、うん、亀山寄るような感じのくの字になる、まあ、くの字というか、うん、寄り道にしては遠くねえかなって思うけど、あ、そう、そんなにある、そこまででもないかな、こっから12キロだけど、うん、そんな山道入らんやろ、まあ、大丈夫でしょ、うん、案内出てきたらそれで行こう、はい、出やんかったらそのまま行っちまう、はい、確かどっかでね、あのダムこっち行って出るはずだったから、うん、あのダムに行ってみようって、あのとかアコギとかさ、うん、なかなかすごい決めの解き方するよな、つって、あのってそんなにおかしい一面かな、だってあの、あのダムでね、
よいしょ。あ、セーフセーフ。ホルモン丼セーフ。オッケー。わりわり。だって、アルファベットで見たらさ、あのダムやね。うん。あ、確かにね。うん、あの。うん。あのダムです。あの公民館です。うん。あの街です。これだって、あの橋ですよ。どんな橋ですか？あの橋です。アコギなんてそのままやもんな、アコギ。まあまあ、あそこが地名、あそこの由来らしいかな。うん。まさかの伊勢商人と対極のあれのね、あれになるっていう。ちょっと南に下ったら真っ逆やからな。伊勢商人は、あの、基本的にはいわゆる、あれだから、現金かけになしやから。それで成功したのが三井なわけやけど、うん、だで今の三井グループ三越とかやわな、うん、今では当たり前のことをねやるっていうのはすごいよねやっぱ。ちなみにご存知ですか？じゃあどう、何を最初にやったところなのか。まあ今現金かけに出しても答え自体は言っとるけど、なんで何のことかって分かる？今ではもう当たり前のことをが当時では当たり前じゃなかった。今当たり前すぎて、いやそれが当たり前じゃないっていうのが多分意外なぐらい。つまり後払い、付け払いっていうの？付け払いが今でいうカード払いみたいな。カード払い後？後。うん。いやだからか、どうしたのかっていうことや。あああれつまりあれ、した方なのかあれ。最初にそのしたのが三越なのかな。何をしたの？何をしたの？付け払い。付け払いよ。は逆。逆か。うん。現金かけねえなしやから、うん。つまりその場で現金出してもらったら売りますって。うんうん、あ、それまでは付け払いね。うん。でっちが声で、あの、そうやって帳簿をつけて、でっち交付する人が帳簿をつけて、で、まとまったら親方様のところとかに行って、今月はこれぐらいの支払いになっておりますっていうふうな言いだと。あ、そっか。もともと付け払いね。ああ、そう、なんか落語でもそういう話があった、うん。で、そこなんやけど、そこに合わせてやったこと、システムが、今では当たり前すぎて、当たり前すぎることね。どこもそうやん。うん、どこもそうなんやけど、うん、その当時はそれがどこもやってなかったってことが逆に驚きなぐらい。何やと思う？逆に言うとそのシステムやから現金で売りますってしたから、うん、つまりそのシステムが生まれたんやけど、うん、何でしょう？もう一回言うて。もう一回問題言うて。あ、だからその、うん、今では今うちらが、はい、それこそもうショッピングをするときにはもう基本当たり前にやってることなんやけど、うん、それを実は日本で一番最初とか世界で最初かもしれんぐらい、うん、あのところが日本で一番最初にその商売を始めたやり方をしたのがシステムを作ったのが三井さん、うん、何でしょう？なんだっけ、なんかあの客がなんだっけ、なんかあの販売方式のあれだよね、対面であれくださいっていうのが昔だったけど、今当たり前っていうやつがそのもう客がお店の中をうろうろできるやつ。まあ、うん、そのシステムにしてるってことはどういうことかっていうことや。まあまあ、ほぼ正解だったら正解ないけど、簡単に言うと値札をつけた。あ、今物買うときにこれにいくらねって値札見て買うやん、うん、あれを始めたのが三井。ああ、
そうなんだ、うん、当たり前すぎるやろ、うん、今逆に、ね、あの時間のお店とかたまにあるけどさ、うん、それぐらいでさ、うん、普通は値段が書いてあってその値段で、あ、これなら買おうって言って買うわけ、うん、で、江戸時代にはそれがなかったの、特に呉服業界っていうのは、うん、分からん、市場とかその生鮮品とかだったらちょっとまた話が違っとったかもしれないけど、うん、いわゆるかけねっていうのでやっとったもんで、いわゆるいっぱい買ってくれる人だったら、あ、じゃあ今月これぐらい買ってくれる人だ、これはちょっと安めで負けときますわとか、うん、一軒さんやったらちょっと値段、ね、高く設定してやりますよとか、うん、それを要はどうやってうまいこと利益をうまいこと作るかっていうのが、商売人 の, あの商売の真髄やったやん、うん、それを全部取っ払って値札つけます、うん、誰でも、ね、現金に持ってきてくれたらこの値段で買いますよってした、うんうん、今じゃ当たり前や、うん、まあ、それが今キャッシュレスとかに変わってはきとるけど、うんうん、一番大きいのは値札をつけて誰でも同じ値段にした、うんうん、あんまり当時はね、うんうん、人によってそうそうそう、高くしたり安くしたりあったかもしれない、うん、だからあの悪役にされるようになったわけ、うん、だから三井の越後屋がやっとったから、うん、だからあの今でもよく使われるあの越後屋お主も悪いよのみたいになるので使えるのは、まあ両替商やっとったっていうのもあるんやけど、うんうん、そういう感じで他の商売人からめちゃくちゃ煙たがられて、うん、そんなんやられてね、そっちで一人が小さいたんじゃ他の商売人たまたまじゃねえって、うん、数々の結構ケチをつけられたでしたらしいけど、うん、まあとはいえ普通に買うお客さんにしてみりゃ圧倒的にそっちの方が便利やっていうんで、でどんどん商売成功されたわけ、うん、だからやっぱすごいそういうあれになってるところっていうのは今じゃ当たり前だけどってものやっぱ作ってる人が多いよね、うん、